昔ねあの、都民ゴルフの、ね、ハーフラウンド回ってる時にホールインワン2回出した人がいたんですね。で、あのちょうどねその、都民ゴルフからその人の自宅であるね、川口市のねあの、なんかタワーのマンションが見えるんですね。あそこの上に私住んでんだって言って言ねあの、まあまあまあ、そこそこうまい方でねあの、普通の、もう年は60過ぎてましたけどね。 であの短いところでこう遊びに来てねで私の目の前でねあの、まあ、私がこういうね前で捉えるスイングしてるからあのすごくいい,いいだろうと思ったんですねあのタイミングは取るのにね自分より前で捉えてるゴルフやってる人と一緒に回るとゴルフってのは勝てるんですよでねあのだから私は負けちゃうとかそういうことではないんですけどねであの そ,れでね、そしたらホールインワンねショートホールでね2回やったんですね、えー、今でいう1234番ホールと5678番ホール9番ホールあー7番ホールか、ね、で、えー、ホールインワンをしましたでその2でスコア提出した時に これ28位ぐらいやったっすねこれね、あのね、あのコースレコードですねあの、公認ではないけどねホールインワン2回やればねパーサーのところは4つ少ないわけですからねもうこんなのボギー1個2個打ったってねこれあのただでさあんたの出にくいコースですからねそうなりますよはい、あ、プロが回ったって全然だめなコースですから で、あのー、驚きましたね、ホールインワン2回出した。で、ワンラウンドでね、ホールインワン2回出したっていうのをね、いましたね、私の,あのメンバー仲間でね。で、私と回ると、ホールインワンが年中出ます、これは本当なんですね。別に、あのー、みんなね、困ってましたよね、ごちそうしなきゃなんないからね。<laughs> だからあのー これはあの前で捉えてる。うまいゴルファーと回るとゴルフっていうのはいいんですね。後ろで振り遅れた人と回るとやられちゃいます。えー、写って負けちゃいますね。はい、以上、あまりにレッスンでした。